なぎちゃんのここだけの話やでー <laughs> ちょっとなんかもう一回言っときますね <laughs>。もう一回くの、はい。なんか「なぎちゃんの」がまず声を裏返ったし「うん、ここだ,だ,だけの」ってなったんで <laughs>「なぎちゃんのここだけの話やでー!」<laughs> はい2回目はうまくいきました。 はい。ということで始まりました。皆さん、おはようございます。今日も朝7時ですよね。朝7時から、毎週、月曜日朝7時からこうね、アップするっていうお約束をしてるんですけど。まあ今聞いてんのが朝なのか、昼なのか、夕方なのか、夜かはわかりませんが、皆さん、お元気ですか私は元気です。はい。 とということでって、ね、ラジオを YouTube で始めさせていただいてるんですけど前回あのタイトル募集をしてたじゃないですかこのなぎちゃんのここだけの話やでっていう今は仮で叫んだんですけど、ね、それを反映したかったんですけどでもまだ実はなんとこの1回目を放送する前に 今この2本目を撮っていまして、なので何が来てるのかこう全くまだ予想だについていないという状況で、皆さんのせっかくのこのね、コメントを無視するというような形になってしまっていますが、<laughs> 焦らないで怒らないでください。まだこれ、まだね、ちょっと皆さんの見れていないという状況なだけなので、次は反映できる かと思いますのでなので、ちょっと前回の方にコメントしたタイトルが、あーもうちょっとなんかあったなとか、なんかあんまりやったなとか、あこれもあったよって思った方は、ぜひこの2回目の方にもタイトル案をぜひ書き込んでみてください。<laughs> そこから見てみたいと思いますんで、あの、ボケなしで。 これ、これからもずっと続けていきたいなと思うので、変な感じでね、ボケて始まると、なんか変な感じになるんで、ずっと。なので <laughs>、気の向くままによろしくお願いします。はい、ということで、最近のお話をすると、皆さん見てくださいましたかねあの、ハッシュタグバトルツアーというの,の、放送があったんですけど、 まあ、関西での放送で、で、TVer とかでも配信されていたんですけど、見てくださった方いらっしゃいますかね。それが、何の番組かと言いますと、キリンの川島明さんが MC で、川島さんのハッシュタグ大喜利。 っていうのしてますかインスタとかでも本も出版されててめちゃくちゃ面白いんですけどそれが番組になってみんなでロケ中に写真を撮ってそれにハッシュタグをどんどんつけて大喜利をしていくっていうもうガチガチゴリゴリもう鬼鬼大喜利みたいな感じの番組だったんですけどそれになんと私も出演させていただきました そして、えー、川島さんが MC で、トロサーモンさんと、モンスターエンジンの西森さんと、あと藤崎マーケットのトキさんと、皇帝さんと、今井ライパチさんと、私というメンバーで <laughs>、もうすごいこの、このすごい皆さんの中に、もう本格お笑いを、おもしろ兄さんの中に入れていただきまして、そしてアシスタントとかではなく、 あの、プレイヤーとして今回参加させていただきました。もうでもね、本当に楽しくて、面白くて、もう私はすごく刺激的な一日だったんですけど、で、その番組がね、 これ第5回目なんですけど、私ずっともう第1回目から毎回楽しみに見てた大好きな番組だったんですよ。なので今回、出演させていただけて本当に幸せでした。そしてもう何よりも、もう、皆さんほんまに面白かった。で、なんか大喜利なんですけど、この写真ね、写真に一言っていうのともちょっと違うんですよ。 なんか、だから、その写真を見て、風景とか情景とかで、こう感じたことを面白く言うみたいな、だからどういう感じ方をするのか、どういう捉え方をするのかみたいな感じだったので、最初すごく難しくて、写真で一言とか、写真、 大喜利みたいのはなんか何回かしたことあったんですけど、そういうのが初めてだったので大丈夫かなと思ってたんですけど、なんとかこう皆さんのこの波に一緒に乗らせていただいて一緒になんか流,流れてついていったような感じで、めっちゃ楽しかったです。で、その、で、そのロケも 三班に分かれて行動していくんですけど、私はトロサーモンさんと三人で行かせていただいてて、あの、トロサーモンさん、めちゃくちゃ優しいです。<laughs> まあ皆さんもと芸人さん本当にお優しいんですけど、なんか、もうね、皆さん、いろいろ、この、なんて言ったらいいんやろ。 トロサーモンさんはすごく優しい方です。<laughs> 勘違い、まあ、勘違いというかね、いろいろなんかイメージがあると思うんですけど、ね、すごく楽しくて優しかった、ね、<laughs> です。村田さんと久保田さんはどんな感じになの、はい、違うよね。久保田さんは。そうですね。でも、久保田さんは、なんか私がロケ中外なので、消火器、 を持って写真を撮るみたいな時があったんですけど、その時に消火器が外にあったからすごく汚れてたんですよ。ほんじゃあなんか、久保田さんが、じゃあこの消火器ちょっと持ってくれへんって言われて持とうとしたら、あ、汚れてるね、ごめんねって言ってこう払ってくださったりとか、あと本当に楽しくなんかいっぱいお話ししてくださったり、村田さんとかもなんか本当に何言ってもこう助けてくださって、 普通の話もいいっぱいできましたあその写真を撮る設定とかも,写真,も写真だけで完結したらそれ以上の膨らまし方がないからなんかちょっとシンプルな感じで風景とかもあったりした方が「ハッシュタグは多くつくよね」とかがあって面白写真を撮ればいいというようなものじゃないからすごい難しくて。 でもやっぱトロサーモンさんはね、もう毎回出ていらっしゃるからめっちゃ上手で、私はもう一回も提案せずに <laughs>、こう言われるがままに行っただけだったんですけど、すごいいい写真がたくさん撮れました。で、その時に撮った写真が、写真を、写真があって、で、それはこう私が、 なんか木の棒でちょっとしゃがんで、なんか笑顔でこう文字書いてるような感じの綺麗な絵で、で、でちょっと遠くの後ろから、あの裸の、上半身裸の久保田さん、ぼやけてる久保田さんが映ってるっていう、すごいなんか怖い写真、怖いけど綺麗な写真が撮れて、なので、その写真も、そのハッシュタグバトルツアーの視力でめっちゃ盛り上がって、で、 合間に、ちょっとこの写真を、普通になんか、番組やったとか関係なく、おはようございますぐらいの一言だけで乗っけたら、めっちゃおもろいんちゃうって、川島さんとか、久保田さんとかが言ってくださって、わ、それめっちゃ面白いですね、ってなって、なので、 あの、その放送の次の日に、その写真とともにおはようございますって、今日も皆さんにとって素敵な一日になりますようにっていうだけの投稿をしたら、すごい量のコメントが来て、<laughs> みんな、なぎちゃん後ろ後ろって、あれ誰とか、なんか気をつけてとか大丈夫だったとか、いっぱいコメントが来ました <laughs>。 見てない人は分かってそうなんです。見てない方は分からなくて。でも、あの、見てる方は、あ、あの時の写真だとかなるんですけど、なんか、だからそれもネットニュースになってて、渋谷なぎさんの投稿、後ろが危ないみたいな <laughs> 感じでネットニュースになったりとかして、ちょっとすごい、なんか、思い出にもなりましたし、大切な写真ですね。あれ、まあ、オンエアしか見てないから、あの、 もっといっぱい言ってるわけでしょ。現場でにはそうですね。もう現場ではもう本当にもうハッシュタグが止まらない。うん、で、皇帝の九条さんが本当にすごくて、もう五連ちゃんとかで、こう、みんな考えてる時間とかがあるじゃないですか。もうそういう間に全部九条さんが、あ、僕いいですかってすごい答えてらっしゃって、もう脳みそがすごいなって思いました。 で普段からやっぱりこう考えてらっしゃるから脳がぐる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 回ってるんやなと思って。で、西森さんと私すごいモンスターエンジン組っていうラジオを、ね、何年前やろ ?3、3、4年。まあ、めっちゃ前にやっててで、そのラジオが終わってからすごい久しぶりに西森さんとお会いしたんですよ。そしたら西森さんが あのえ、なぎちゃんってそんなちっちゃかったっけって言われて、ほんで、え、私ずっとこの身長ですって言ったら、あ、なんかテレビとかで見てたら、なんか俺と同じぐらいの身長やと勝手に思ってたわって言われて、西森さん何センチですかって言ったら172って言ってて <laughs>、そんな大きいわけはないなって思いました。<laughs> 私164、4かな ?162 とか4とか。 ちょっとそこら辺曖昧なんですけど、そんぐらいで。<laughs> でも、まあね、確かにテレビ、テレビのサイズにもよりますけど、大きいテレビで見てたらなんか大きく見えますもんね。な <laughs> んから、西森さんのテレビ、おうちのテレビはでかいんかなって。久しぶりになんか喋ったりしたんだ。うーん。西森さんはあんまり、 なんか、なぎちゃんっていう感じじゃないじゃないですか。あの、西森さんっていう感じの。だからそんなに、おー、久しぶりとかはないんですけど、でも、本当に、あの、当時のモンスターエンジン組っていう時の絆は、もう、ふとぶととあるなっていうのは感じてます。勝手に <laughs>。失礼ながら。でも、西森さんのこう白髪が本当に絶好調でした。 本当に後ろから見たら鳩みたいな感じの色っていうか、<laughs> すごい綺麗で、あの、西森さん、ロケやのにスーツ着て、着てはって <laughs>、もうそれもすごくお似合いでした。でも本当、川島さんが本当にもう、川島さんとこうやってまた、なんか、川島さんの番組で大喜利をこう、一緒に、 させていただけるっていうのはすごい幸せだなと思って川島さんのおかげでいろいろアメトーークで川島さんが私のこう名前を言ってくださってそこから東京の番組とかにもなんかちょこちょこ呼んでいただけるようになったりとか「であ川島君が言ってた子だよね」とか言っていただけるようになってなんか本当にもうありがたいなと思って。 で、それでまたこう、川島さんとお仕事でお会いできる機会がなんか少しずつ多くなって、それも毎回嬉しくて、なんか楽しみですね、お会いできることが。川島さんとは一緒にやってたことあったんですか東京の番組で、鶏肉って何の肉っていうのに出るようになって、だいぶこう、 なんか、場所も離れてるから話す機会はないですけど、収録で何度かご一緒させていただけるっていうのは、その鶏り肉で増えました。でもその番組もクイズ番組なんで、私はこう大切りしているっていう自覚はないんですけど、答えがわかんないから、自分なりにどうや、自分なりに答えにたどり着こうと思った考えの発想が、まあ、ああいう形になるっていうので、 でもそれをすごい言ってくださっても本当に嬉しいですね。川島さん大好きです。<laughs> そう、でもなんかそういうふうにだんだん、こう、自分が見ていた大好きな番組とかに出演させていただけるっていうのが、すごい嬉しい反面、やっぱ緊張もありますよね。<laughs> はい。でもやっぱり、もう私もうどんな仕事も、 次また来るなんて保証ないじゃないですか。だからもうほんま一生に一回やと思ってもこの場所を毎回こう感謝しながら噛み,噛み締めて全力で頑張ろうっていうふうに毎回思ってます。だからこのラジオもそんな気持ちでやってます。それは嘘です <laughs>。この、このラジオはもうなんか全然こう自分の思った感じでゆっくり 喋ろうっていう感じですね。あんまキーも張らず、特に何も考えず、いいのか悪いのか。エアマックス狩りは面白かったです。本当ですかあの、久保田さんとトロサモンさんがなんか裸で <laughs>、なんか殴りかかるみたいな写真で、令和にまだいたエアマックス狩りっていうのもあって <laughs>。なんかでもそういう、なんか古い、なんか、 エアマックス狩りとか、なんで知ってんの？とか言われることとか多いんですけど、昔やあったことで、ちょっと面白くて、印象に残ってることって、めっちゃ覚えてて、私。だから、細木和子さんとか、白崎仁さんとかも、名 <laughs> 前違う。なんか、その大喜利の番組とかでも、お名前を出し出したんですよ。で、その時にいろんな人から、なんでそんな人たちのこと知ってんのっていう風に。 なんか年齢と合ってないよね、みたいな感じで言われるんですけど、でも本当にすっごいインパクトに残ってて、昔ながら、ちっちゃい頃ながらすごい衝撃で、うわ、なんか面白いなーっていうのは、あの、あれです、変ですけど、なんかすごい、なんかすごい人やなっていうふうに注目して見てましたね。はい、白崎仁さん。確かにちょっとなんで渚ぎさしてんのかな、がすごい。 仕事してて思う時はすごい、はい、とか,、まあ、なんかいろんな人のなんか芸人さんとかのラジオとか聞いててもそういうなんか話とか出てきたりし,してなんか知るとかもあると思うんですけど、まあ、もともと昭和が好きっていうのもあるんですけどそういうやっぱ自分でピンとくるなんかワードとか面白いものは覚えてるもんやなと思います。前の ミトりズさんが特番やった。はい。廃棄されたので、アートって。ああ、はい。あれの、森山さんが学園祭途中抜けてて、うん。ああつなで漫才してきてんって言ったきに、金魚<ー>さんじゃないですかって言ったのは、<laughs> はい。あの、スタッフみんなちょっと、どよめいてた。<laughs> <laughs> いい意味でどよめいてました <laughs> え、なんでこの子これ、<laughs> そんなすぐこれ言うの <laughs> 言えるのっていう。 あ世代的にもやし。はい、すぐつなぎで漫才で新竜さんが出てくるっていう。<laughs> いくつこの子みたいな。はい。そこがすごいとこやなとは思っていやー嬉しいです。でも本当に新竜さんとかも好きですね。とか本当、ダウンタウンさんとかも昔の漫才とかもめっちゃ好きですし、なんか最近落語もなんかよくちゃんと聞いてみたいなとか思い出して、<laughs> 落語も、法政さんとかも落語されてるじゃないですか。で、本カテレビっていう番組でずっとご一緒させていただいてて、もう私、法政さん大好きで、法政さんと寛平師匠って、すごいもう、もうレジェンドの方で、 で、大人やけど、本当になんか少年らしさというか、無邪気で少年らしくて、目がずっとキラキラされてるんですよ。なんかそういうところに憧れて、私もなんか大人になってもこういう無邪気さとか、なんか目の輝きっていうのをなんか忘れたくないというか、こんな大人の方になりたいなっていう理想の方なんです。で、その本生さんが YouTube をされていて、 あの、猫の茶碗っていう落語の話があるんですけど、で、それを宝石さんが落語なんですけど、今風のなんかロックの歌に変えて、ロックバンドみたいな感じのやつを結成して、宝石さんがこう歌でその猫の茶碗を ミュージックビデオみたいな感じで作られてるんですよ。で、それがすごくかっこよくて。で、なんか、え、話もなんか面白いなと思って、その,そのミュージックビデオから入って、じゃあなんか,かん、その猫の茶碗、ちゃんとした落語を聞いてみたいなと思って、その法政さんの YouTube で上がってたので、聞いてみたらめっちゃ面白くて、なんか落語ってずっと聞いてられるなと思って。なので、なんか、これから落語、 にもちょっと興味を持ち出して、何個師匠も本若テレビでご一緒なので、なんか何個師匠とか法政さんとかから、まずこう落語のやつを聞いてみたいなってすごく思ってます。皆さんも落語ぜひ一緒に聞きましょう。<laughs> なんかいろいろ話したんですけど、でも今日はあの皆さんに私のことをもっと知っていただけたらなと思っていて、このラジオで。 なので、小学生の頃、どんな子だったのかっていうのを、ちょっと、知ってもらいたいなと思いました。まあ、私、今でこそ、こう、いろんな感情を持つようになったんですよ。今、今って、<laughs> <laughs> なんか、私は、こう、まあ、笑顔のイメージがあると思うんですけど、まあ、笑顔とか、でもその反面、悔しさも、 ありますし、悲しみとか、なんか、寂しさとか、怒りもあります、もちろん。で、そういうのが、今でこそ、こう、感情があるんですけど、小さい頃って、本当に泣くか笑うかのこの二択だったんですよ。それで、もう、めちゃくちゃ、もう、アホアホで、何にも考えてない。本当にずっとポカーンとしてて、 友達とかの喧嘩とかも全然気づかないような、なんか本当に昔の正直小学生の低学年の頃の記憶とかあんまりないぐらい何にも考えてなかったんです。ほんと楽しいなーぐらいの毎日、なんかそんなご飯美味しいなーとか、なんかお花綺麗なーとか、本当そんな感じの人間だったんですけど、なんで、 何も考えてなくて、じゃあ小学生の頃とかも、なんかすごい動物が飼いたくて、で、最初はトイプードルを飼いたかったんですよ。でも、なんか、そうペットショップとか行って、こう、お金を出して動物を飼うっていうのが、なんか自分の中ですごくちょっと、なんか、お腹なりました。<laughs> <laughs> すいません。お腹ペットショップでお腹すいたんじゃなくて、<laughs> あの、じゃなくて普通にお腹なりました。で、そのペットショップでお金を出して、なんか動物っていうのが私の中でちょっと、なんか嫌だなと思って、それならステ、捨て、捨て犬のトイプードルを探そうと思って、夏休み期間も毎日朝8時に家出て、こう捨て犬のトイプードルを探してたんですよ。 でもやっぱりなかなか捨て犬のトイプードルっていなくてなんかもういないやと思ってる時に捨て猫に出会ってでそれであの捨て猫を飼ったんですねでそれがあのまあメイちゃんって言うんですけどまあメイはでも今はもうすごい、ね、天国で私のことを見守ってくれてるんですけどだからなんかそういう今思ったら捨て犬のトイプードルなんて な、いないじゃないですか。<laughs> でも本当に真剣にこう毎日探してたりとか、あとは本当に悪気なくカンニングしてました。<laughs> それも本当に今思い返したらめっちゃ怖い話で、なんかテストみたいな、小テストみたいなのがあって、で、その時に私テストしてたんですけど、なんか隣の子のことが気になってずっと見てたんですよ。 で、先生がなんか、あ、カンニングとかしちゃダメよーって。で、私に直接言うんじゃなくて、私に言ってるけど、みんなに言ってますみたいな感じで、私を守るためにかわかんないんですけど、カンニングとかしちゃダメよーって言ってて、で、私もなんか、はいと思って、また普通にやってたんですけど、なんか、なんかわかんないけど、ずっと隣の子のこと見てたんです、私。<laughs> で先生も何回か注意してたんですけど、多分全然もう聞いてないから、渋谷さん管理しないのって言われて、私してたんやと思って、顔真っ赤になってたりとか。でもね、全部悪気ないんですよ。答えとかも見てるわけ答えも見てました。答えも見てたし、隣の子のことも見てたんです。でも答え見ようっていう、あの気持ちで横を見てたわけじゃなくて、 なんか気になってたんですよね。もうその当時のことあんま覚えてないんですけど。でもすっごい真面目でした、私。本当に真面目な、真面目代表みたいな感じでやってました。でもなんかだんだんそっからこう大人になってきて、小4、小5、小6とかぐらいは、本当になんかすごいずっと笑ってる子だったんですよ。<laughs> <laughs> で、あの、私、いとことすごい仲良くて、 いとことも家が近くて、で、いとこは私の一個上で、あの、女の子で、だからもう本当に姉妹みたいに仲良くてずっと一緒にいてて、で、そのいとこが、もう変顔がめっちゃ面白いんですよ。めっちゃ面白いくて、ほんでおばあちゃんちにみんな親戚みんなが集まる時があって、で、あの、おばあちゃんちの、 こう、集まってる部屋からトイレまでって、なんかすごいちょっと遠くて、で、暗いんですよね。電気もあんまりついてなくて。で、なんか、トイレ行くの怖いからずっとトイレ我慢してて、ほんで、なんかいとこと、にらめっこしようよって言って、で、にらめっこし,して、で、いとこの顔が面白すぎて、もう、赤も、押し込まれるってなったんです。 なったんですよ。ほんで、あの、もう間に合えへんってなって、もう走って、こうトイレまで行こうとしたら、いとこが、その変顔したままの顔で、後ろから、めっちゃ追いかけてきて、ほんで、私を追い抜かして、パって振り向いて、まあ、その顔が、ちょっと暗闇でぼんやり映った時に、もう耐えられへんくて、もう、全部漏らしたっていう。 話があったり、<laughs> でも、なんかもう一個は、<laughs> こんな、こんな話していいんかな <laughs> 小学校の頃ですけど、だ,ね、だいぶ、だいぶ前ですの。もう一個はなんか、あの、ビーズクッションみたいなのが、 あって、こう丸い、まあ今で言う、なんかギボ棒みたいな感じのクッションがあって、それはもう家族でめっちゃみんな気に入ってて、お父さんの特等席みたいな感じで大切にされてた場所で、で、そのお父さんがいない時に、兄弟3人だけで笑ってはいけない柿の使えないのやつを見てて、で、それでめっちゃ笑ってて、で、私はこう一丁前にそのお父さんの特等席のビーズのクッションに埋もれて座ってたんですよ。 ほんで、あの、その回がちょうどえ、病院で、で、ここりこの田中さんが深夜にこうお化け屋敷みたいなんで、なんか廊下を歩くシーンで、田中さんはすごい怖がりさんなのか、あの、驚かされたら毎回わーって言いながらこけるんですよね。で、それがもう私面白すぎて、で、それで笑ってたら、 押しっこ漏らしたんですよ、また。その <laughs>、ビーズのクッションに。でも、すっごい怒られて、反省して、もうそのクッションは、もうなんか捨ててしまうことになったんですけど、だからもうあれから、本当にその、笑ってはいけないの、そのシーンだけもうあまり見れなくて、ちょっと、なんか後悔というか、トラウマというか、なんか、そんな、 そんな小学生でした。<laughs> だから今となっては本当私大したもんです。今となってはもう一切そんなことありませんし、もうすごい、絶対もう漏らすことはないと思うので、もうその小学生の頃よりは今は大人になれたんじゃないのかなって思います。 これ全部なんかおしっことかのンら辺にちょっとなんかピーとかなんかちょっと、<laughs> ちょっとマイルドになんかちょっと恥ずかしいこんなお下品な話、もう下品ですけども思い出というか、まあ、自分のね本当の姿なのでもう引いた方はもうどうぞチャンネル登録外してください。も <laughs> <laughs> 恥ずかしいですけど、でもなんかまあこんな小学生でした。だから昔からずっとね、お笑いとかも好きで、なんかそう、家族みんなすごい面白い家系だったので、なんか笑ってね、過ごせて幸せだったなというような幼少期がありましたね。はい、ということでもう結構お話しさせていただいたので、もうこれぐらいに今日は終わりたいと思います。 皆さん私のこと知ってくださいましたでしょうかまあね、人間、やっぱりこう、もっともっと素をさらき出していった方が皆さんとの絆とか、も深まるんじゃないかなと思って、私もちょっと昔の恥ずかしいエピソードとか話しさせていただいたんですけど、皆さんもね、共感とか、いや僕も実は困難な,なんだよとかいうのがあったらぜひコメント欄で、 こうね、言っていただけたら、私も、すごい、皆さんのこと知れて嬉しいですし、で、その、なんかコメントの中でも、なんか皆さん、やりとりあったりとかするじゃないですか、YouTube とかってよく。なんかそういう感じで、こう、なぎチャンネルの中で、皆さんもちょっとなんか、仲間も作ったり、友達も作って、みんなで仲良くこうしていけたら、嬉しいなって思います。なので皆さんまた、えー チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントなどもぜひお待ちしているので、よろしくお願いします。以上、ぬぎちゃんのここだけの話やででした。